はですね、以前もお世話になった東京サバゲパークさんに来ております。そして貸し切りでナイトゲームにトライしたいと思います。本日一緒に遊ぶ皆さんです。ナイトゲーム初めてなのでちょっとドキドキしてますが、一生懸命頑張ります。頑張るぞ。おお今回ですね、野戦にはとてもいいと言われている特別な蓄光弾とそれとセットになっているトレーサーっていう先っちょにつけるやつをお借りしてます。弾がここを通るとこいつが光るというマジックでございます。入ってるで、あとでこれを巻くあれですね。この子を変える。あー取れる。こっち、あ、いける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 。すごいかっこいい。先っちょだけカスタムバージョンアップ、イエーイ。カチンします。よし。おーおー光る。あ、そうか、ちょっと、あ、当たった。いい感じ。はい。おー、で、ドットのところに飛んでってる。はい。ドットがずれてると狙っと弾が飛んでってるところにちょっと移動させてあげる。へえ。調整が必要なんです。それを合わせることをゼロインって言います。ゼロイン。例えばその近くの的を打って、うん、ドットの通りに飛んでってる感じだったら、それで大丈夫です。はい、大丈夫です。ならば、もうちょっともう一回お願いします。あ、大丈夫です。ホップ調整とゼロイン、大丈夫でした。あいにくの雨ですが、全部装備を終え、ライトを借りました。敵にピカってやったり、足元をピカってやったりするらしくて借りました。買ってきます。復活の日のブラック戦ですが、赤チームさん1名初心者いらっしゃいます。この方だけ復活1回できておりますので、お間違いないようにご注意をお願いいたします。ありがとうございます。で、赤チームさんのスタート地点ですが、こちらですね。このドラム缶からスタートです。フラッグもこの上に置いております。で、黄色チームさんはこのテント周辺からスタートになりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは赤チームさんより、スタッフに続いてヒールドインお願いします。はい。うわぁ、全然雰囲気違う。あ、あれだ。こちらの無線機から聞こえますので、少々待機をお願いいたします。はい。どっちから狙いますか。真ん中からバーッと行きます。それは上級者のやつですか。いや、上級者はもうどのルートからも行きますから。はい、やばい、やばい。どうしよう。明るい方は向こう。あれだ。じゃあ明るいでしょうか。俺も朝ここで転んだ。俺もまだ監督が転びました。怖いですね。
それで喋ってください。 A チームフラッグ取りました。 A チームフラッグ取りました。天の声です。天の声です。 A じゃないです。 A じゃないです。赤チームフラッグゲット。赤チームフラッグゲット。やった。 A じゃなかった。合言葉が違った。先輩のご指導のもとフラッグゲットすごい。初フラッグゲットだが一発も打たず。一発も打たず誰にも合わず。なんて平和な勝利。少々お待ちください。クイックピークネット。あ、やだ、始まってるな。これありがとうございました。迂回すればよかったのかな。そうね、難しいな。それですね、一つ特殊なルールをつけます。サーチライト戦といたします。各チームに一人ずつですね、ライトでフィールドを照らしてもらいます。でそれでどん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 フラッグの方に追いやってもらって、勝利に導くというゲームとなりますんで、よろしくお願いいたします。声出すのは NG となります。声出すのは NG で、もう全てライトのみとなりますんで、ご注意をお願いいたします。よいしょ。スタートだって。わきあいあい。寄ってきた、寄ってきた。これ敵のサーチライトに狙われてない。大丈夫。私だ。どうしようか。
丈夫です。あなたが浮かんだ小指が痛い。いや、フラッグ取り来てるやついるかもしれない。終了。赤チームさん、フラッグゲットでゲーム終了です。赤チームさん、フラッグゲットでゲーム終了です。こちらのゲームもサーチナイト戦行うんですけど、フィールドとツリットだけ変えております。でカラーコーンがですね、ここに置いてあります。でここにも置いて、ここ置いて、置いて、置いて、ここピーッと置いてあるんで CTV オンリーとなりますんで、よろしくお願いいたします。無理ゲー。しかも後ろにいたらあれですよね、絶対打たないで終わるパターンですけど。そうね、前にいるからね、狭いから。順番待ち、順番待ちで終わるやつですよ。黄色チームさん、こちらでございます。じゃあ、山田さんお願いします。もう、俺打たれるな、絶対。小指痛いですよ、小指。4、4、3、4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 、
痛い。あ、怖い。あ、いた。いた。よし、こっち行こう。この車を抜いて撃ってきたんじゃないですか。見て。あとちょっとはい、ただいま夜の10時でございます。こんな遅くまでお外で遊んでママとパパに怒られないか私はとっても心配しております。諸先輩方いろんな人にお話を聞いたんですが、野戦は上級者向きだと思いました。初めてのナイトゲームなのに土砂降りという洗礼を受けてもう体力が限界です。着るよりすごい神経がすり減ったなって思いました。
まずは私、昼から頑張りたいと思います。この動画を見てくれて頑張れって応援してくださる方は、グッドボタンと登録よろしくお願いします。どれほど表情が映ってるのかな、これ。